ケネス・メイソン、1907年撮影。ケネス・メイソンは、軍人、地理学者で、オックスフォード大学において、最初に、法廷の地理学教授となったことで知られる。業績の中には、ヒマラヤ山脈の測量調査も含まれており、インド及び、ロシア領トルキスタンの測量調査を結びつけ、シャクスが無遠征を指揮したことに対して、1927年に、王立地理学会から、 金メダルを贈られた。ケネス・メイソンは、サリー・シュー・サットンに、材木賞の父・スタンリー・イングルデュー・メイソンとその妻で、あった母エレン・マーティン・ターナーの息子として生まれた。子供の頃にフランシス・ヤング・ハズバンドの、ハート・オブ・エイ・コンティネントに感銘を受け、地理学を志し、長じて、インドやヒマラヤ山脈の測量調査に向かう契機となった。メイソンは、シルトナム・カレッジからウリッチの、 王立陸軍士官学校に進み、陸軍工兵隊に士官として配属された。そこで彼は、三次元写真の初期の技術開発に関わったが、それはやがて航空写真と地上からの写真を用いた地図制作法の革命的変革につながるものであった。1909年、メイソンはインド測量調査所に配属されて、カラチへ赴いた。 1910年から1912年にかけて、彼はカシミール地方で三角測量に従事し、その間に登山技術を身につけ、スキーも自学自習し、立体的な測量調査を行った。1917年、ドロシー・ヘレンド・ドビンソンと結婚し、息子二人と娘一人を設けた。メイソンは、ヌの商人の同業者組合に機嫌を持つリワリ、カンパニーである。 ドレーパーズカンパニーに深く関わっており、1949年にはそのマスターとなった。1914年、第一次世界大戦に動員されたメイソンは、フランスへ赴き、ヌーブ・シャペル方面や、ルースの戦いに参加した後、1916年1月にイラクのバスラに赴いた。空ーを確保する作戦の一環として、ドゥジャラアトリでの側面を目指した、夜間航軍を指揮し、 それによってミリタリークロスを授与された。彼は情報士官としてブラックウォッチと共にバグダッドに入った。彼は名誉新旧少佐となり3度にわたり上官の報告書で言及された。急戦協定が結ばれた後彼はシリアの砂漠を自動車で横断した人物となった。メイソンによる書き込みがなされたステレオプロッターの写真。第一次世界大戦の後 メイソンはインドに戻り、彼にとって最も重要な科学的課題であったカラコルム回廊の探検に取り組む準備を始めた。1926年当時、この警告を見ていた西洋人はヤングハズバンドだけであった。メイソンは写真セオドライトを立体像の技法を用いて精力的に膨大な量のデータを収集した。その成果は、 当時最も進んだ立体プロット機器があったスイスに持ち込まれて大きな成果を上げとされ、これによってメイソンには1927年の王立チリ学会金メダルが授与された。メイソンは1932年にオックスフォード大学に最初に法廷講座として設けられたチリ学教授職に選出され、ハートフォードカレッジのフェローとなった。彼の学術的な業績は、 1929年に彼自身が創刊したヒマラヤンジャーナルと結びついてカラコルム地方における三両名称をめぐる通説への挑戦を展開した。1940年、メイソンは後にジェームズ・ボンドシリーズで知られることとなったサッカー・アン・フレミングとジョン・ヘンリー・ゴドフリー海軍少将から連絡を受け軍事作戦に関わる諸国の地理について報告しよう。 まとめる打診を受けた。これら一連の報告書は、1941年から1946年にかけて刊行された、ネーバル・インテリジェンス・ディビジョン・ジオグラフィカル・ハンドブックシリーズの元となった。メイソンは、当時としては、空前の世界最大級の知識術の取り組みの一つの半分ほどを、オックスフォードの学者たちのチームに担わせ、これを指揮した。ケネス・メイソンは、 1953年にオックスフォード大学の教職から引退した。ありがとうございます。